ロシア軍によるウクライナの各都市に対する巡航ミサイル攻撃は昨年から続いているよね。どうやらその戦術が切り替わった可能性があるとしてウクライナ政府が指摘しているみたいだな。今回はロシア軍のミサイル攻撃によってウクライナ軍の防空システムが破綻していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年8月14日の深夜から15日にかけて、ウクライナ各地においてミサイル攻撃があり、その攻撃が波状攻撃であったことを、ウクライナ空軍司令部のユーリー・イグナト報道官が語ったとして、ウクライナメディアが15日に報じたよ。それによるとロシア軍は諜報活動によるデータからミサイルの飛行経路をあらかじめ巡航ミサイルにインプットしているとされ、ウクライナの防空システムの弱点を探り、効率的をそれらによる迎撃を避けるように可能な限り効率的にプログラミングされていて、我が国の防空体制の弱点をつくようにその網の目をすり抜けているとイグナト報道官が述べたとしているんだ。イグナト報道官はさらにロシア軍の巡航ミサイルは絶えず飛行ルートを変更していて、中には飛行能力の向上が図られて編隊飛行が可能となっているものや、盛んに方向転換を繰り返すものなどもあり、これまでの防空システムでは撃墜することが困難になっているとも述べ、毎日のように続いているロシア軍によるミサイル攻撃から一般国民を守るために、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO各国に対してさらなる防空ミサイルシステムの供与などの支援が必要であるとしているね。ウクライナのゼレンスキー大統領もこれまで、防空ミサイルシステムと地対空ミサイルの供与を常に継続して求めていたが、8月初旬に毎日、毎週、ウクライナの空を守るために、より多くの防空システムとミサイルを確保できるよう取り組んでいると述べた上で、ウクライナ国民をロシアのミサイル攻撃から守るためには、現在よりもはるかに強力な防空システムが必要だと付け加えて、西側諸国による支援を求めたんだ。ここ最近におけるウクライナへの防空システム関連の支援については、アメリカが14日に新たな対ウクライナ支援策を発表していて、それによると、現在ウクライナで運用されているアメリカ製のパトリオット防空ミサイルシステム用の地対空ミサイルを追加で送るとしているほか、ドイツ政府が先週にパトリオットを2セット、ウクライナに新たに供与したことを発表していたぜ。ウクライナ空軍が明らかにしたところによると、14日から15日にかけて実施されたロシア軍によるミサイル攻撃では、ロシア空軍航空機による空中発射型のクフ-22空対艦巡航ミサイル4発と、クフ-101及びクフ-555空対地ミサイル合わせて20発を発射し、さらにロシア海軍黒海艦隊のフリゲート艦からも艦隊地カリブル巡航ミサイルが4発発射され、合計28発のミサイルが撃ち込まれ、ウクライナ軍の防空システムによって16発を撃墜したものの、8発が着弾したとされているな。ウクライナ大統領府のオレクシー・クレバ副長官は、ロシア軍はウクライナ西部の機関都市リビウとその近郊にある2つの集落を攻撃したほか、中部ドニプロでは一般市民が利用するスポーツ施設が狙われ、さらに東部のクラマトルシクでは食品倉庫が攻撃を受け、南部ザポリージャ州内では住宅や幼稚園が被害を受けているとして、ロシア軍のミサイル攻撃が相変わらず民間施設を狙ったものであることをテレグラムへの投稿の中で強調したよ。その一方で15日朝、ロシア国防省はウクライナへのミサイル攻撃について、ウクライナの軍需産業における主要企業に対して、空と海の長射程の高精度な巡航ミサイルによる集中攻撃を行ったと発表し、我々が発射したミサイルは、作戦で割り当てられた目標のすべてに命中したと述べているんだ。しかしながらロシア軍が今回の攻撃でも使用した巡航ミサイルクフ-22は、これまでにもウクライナの都市攻撃にも使用されていて、1月14日にウクライナ中部ドニプロ市のペレモハ団地の集合住宅がミサイル攻撃を受けて民間人の死者が40人に達し、未だ行方不明者の確認が終わらずさらに犠牲者が増える可能性があるとされているのだが、この際に使用されたミサイルがクフ-22であるとされているぜ。ロシア側ではこの集合住宅への攻撃が意図的ではなかったと釈明しているものの、
対艦ミサイルであるクフ22を地上用に変更したとしても使える誘導システムが管制後方装置 INS くらいのもので、この INS については GPS 誘導などと比べると非常に精度が悪いことが明らかになっているな。うんうん。例えばクフ22とタイプが似ているイギリス製の液体燃料ロケットエンジン型式の核攻撃型巡航ミサイル。ブルースティールは1970年に運用が中止されたが、射程 240km で INS 誘導での命中精度は半数必中回 CEP で 100m であったよね。クフ22の大気固定目標への攻撃における CEP についても、同程度の距離で少なくとも 100m 以上あるとみられ、最大射程である 600km ではおそらく数百 m 以上の誤差を生じると推定されており、この精度では軍事的目標へのピンポイント精密誘導攻撃など望めないため、このようなミサイルを人口が密集する市街地で使用するのは無差別攻撃であるとみなされ、クフ22を対地攻撃に使用して都市などの攻撃に使用した時点で、これらのミサイル攻撃は戦時国際法違反とみなされることになり、戦争犯罪として全てがロシアの責任となるとの指摘があるんだ。クフ22は1960年前後に設計されたもので、ロシアの新型ミサイルに搭載されている GPS やグロナスなどによって誘導される GNSS 誘導装置の搭載は難しいとされ、クフ22のみならずその後継ミサイルであるクフ32においても GNSS の搭載に成功したとする話は伝わっていないよ。また、弾道ミサイルの迎撃に際してアメリカ軍においては、1991年に勃発した湾岸戦争でイラク軍が発射した弾道ミサイルに対して旧式のパトリオットで撃墜しようとしたがところ、近接爆破では弾からだを破壊したものの、弾頭はそのまま落下して地上に被害が発生したね。そのためアメリカ軍では、弾道ミサイルの最終突入段階においては、航空から高速で降ってくるため弾道ミサイルを完全に破壊しないと阻止できないと気づいたアメリカ軍は、対抗策として体当たりの直撃方式で目標を粉砕する PAC-3 迎撃ミサイルをパトリオット防空システムに新しく加えることになったってわけだ。そしてこのロシア軍のクフ22巡航ミサイルもまた短距離弾道ミサイルに近い速度で突入してくるとされているぜ。一般的な巡航ミサイルは低空を這うようにあらかじめインプットされた地形などを頼りに飛んでくるのだがクフ22はそれらとは違い、高高度飛行モードにおいては高度2万7000メートルを最大速度マッハ 4.6 で飛んでくるとされ、ウクライナ軍の現在の防空装備では中間段階の巡航中はとても迎撃できないとされていて、迎撃が可能な機械は最終突入段階しかないと見られているがそれは非常に困難であるとされている。つまり弾道ミサイルに近い航空から高速で急降下して突入してくるクフ22は、最終段階で完全に破壊しておかないと、弾頭部分がそのまま落ちてきて地上被害が出てしまうとされていて、クフ22については迎撃に成功して弾からだは爆破できたものの、弾頭がそのまま落ちてきて被害が生じたってわけだな。ロシア側はウクライナ軍の防空システムによる迎撃によって大きく軌道が変わったとするロシア側の説明には説得力はなく、ドニプロでの集合住宅の攻撃についての責任は、クフ22をそこに撃ち込んだロシア側の責任が大きいとする声が多いよね。ロシア軍では2022年2月24日に開始された侵略戦争において、このクフ22の他にも本来の目的を違えて使用されているミサイルがあり、例えば防空ミサイルシステムの S-300 の対空攻撃用ミサイルを対地攻撃用に使用していることが明らかになっているが、この対空ミサイルも誘導精度が悪いため S-300 にせよクフ22にせよ、ロシア軍は国際法違反の無差別攻撃を犯していることに変わりはないとする批判が出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。